サイゼリあるある。あれまたサイゼリア炎上してるわ。何々ってサイゼリアで喜ぶ彼女って絵を投稿したら炎上するの。初デートに連れて行かれても何の問題もないし、絵のような笑顔になるわな。ふーむ、いろんな意見の人がいるんだね。てかみんなサイズの話しててこんなん絶対食べたくなるじゃん。今日はみんなとランチに行く約束してるからサイゼリアにしてもらおう。よし着いたぞ。あ、みんなもう着いてた。お待たせ。やあみすずちゃん、待ってたよ。あんなにツイッターでサイゼが回ってきたら食べたくなるよね。もしかしてこれサイゼに載せられてる自作自演？まさかね。サイゼリアあるある、定期的な炎上。そしてサイゼへゴー。てかさっき人生で一番驚いたことがあったんだ。何何？看板をよーく見てくれ。何が？普通の看板だよ。一文字ずつ読んでみて。なんだ、さ、い、せ、い、あ。何かある、さ、い、せ、い、あ。あー、サイゼリ、あーじゃなくて、サイゼリ、やだ。お、みすずちゃんも知らなかったか。LINE でもずっとサイゼリ、あーって言ってたもんな。やばいよ、恥ずかし。私は気づいてたよ、にやり。何それ、言ってよ。ごめんごめん、でも、実際どっちでもいいらしいよ。最近サイゼリアの会長がサイゼリアでもサイゼリアでもどちらでも OK と発言したの知ってる？知らん知らん。それによってサイゼリアと言った人を注意していくサイゼリア警察ってツイッターアカウントがあるんだけど、3年半の活動を中止したんだよ。なんでその人はそんなにサイゼの名前にこだわってたんだ？アベマニュースによると、付き合っていた彼女にサイゼリアと言ってしまったら口論に発展し、そのまま別れることになった。彼女が4年間サイゼリアでバイトしていて、その経験が人生の糧になっていたことを知らなかったとニュースで言ってたよ。めっちゃトラウマなんだね。彼女さんもまさかサイゼリア警察を生み出してしまうとは思ってなかっただろうから、驚いてそうだよね。サイゼリアあるある。サイゼリアじゃなくてサイゼリア、日本語ってややこしい。いらっしゃいませ。ご注文方法はご存知ですか？はい。ではご注文決まりましたらお呼びください。はい。どれにしようかな。ピザも美味しそうだし、スパゲティも美味しそう。このステーキもいいよね。へ、ダメだ、久しぶりに来たから全部食べたい。迷うね。でもミラノ風ドリアは外せないよな。そうだね、とりあえずミラノ風ドリアは決まりだわ。サイゼリアあるある。結局ミラノ風ドリア。よし、決まったから店員さん呼ぶね。お待たせいたしました、ご注文をどうぞ。ミラノ風ドリア3つと小エビのサラダと。申し訳ございません、メニューにある英数字を紙に書いて注文してください。で、いつの間にそうなったんだ。わかりました。本当に久しぶりなんだね。そうだよ、いろいろ変わったんだね。書いたんだけど、こんな暗号で店員さんはわかるの？はい、書きました、どうぞ。ありがとうございます。ふむふむ、ミラノ風ドリア3つと小エビのサラダ3つとドリンクバーですね。はい、合ってます。すごい、サイゼリアあるある。店員さんの記憶力がすごい。あと追加でこれもお願いします。エスカルゴとセットプチフォカッチャとムール貝のガーリック焼きとトンガファイロとイタリアンプリントトッピングのペコリーノロマーノですね。はい、そうです。かしこまりました。ではお水はあちらのドリンクバーからお取りください。はい。ちょっとエスカルゴ注文したよね。すごてか、このエスカルゴってカタツムリだよね。誰が頼むんだと思ってたから驚いたよ。めっちゃ美味しいよ、来たら二人も食べてみな。ぶぶ、私は大丈夫。僕もやめておこうかな、カタツムリって虫だよね。美味しいのにな。サイゼリアあるある。エスカルゴを注文する人を尊敬する。私もエスカルゴはサイゼリアで初めて食べたよ。一度食べたらやめられない美味しさだよ。次来る時までに考えておくよ。あとさ、トッピングでテコリーノなんちゃらって何？あー、それね、羊のチーズなんだよ。え、プリンにチーズかけるの？なんだそれ。プリンにかけると甘じょっぱくて美味しいんだよ。え、そうなんだ、真似してみようかな。ゆきみちゃんってもしかしてサイゼリアの常連さん？バレたか。あはは、よく来てるよ。サイゼリアあるある。アレンジは無限大。あのサラリーマンたちもみんな
常連だね。よく見るよ。てかサラリーマンだらけだ。500円でサラダもスープもついてくるランチセットはお財布に優しいもんね。節約したい人の味方だね。サイゼリアあるある。ランチタイムは会社員のオアシス。ねえねえ、あのサラリーマンたちはキッズメニューをすごい見てるけど何してるんだ？子供いないのに。あ、間違い探しね。キッズメニューの裏にあるんだよ。ほんとだ、こんなん子供向けでしょ。さっと見つけてやんよ。パンタ君に見つけられるかな。にやり。私もやりたい。こういうの懐かしいよね。7個までなんとか見つけたんだけど。うわー、全然見つからない。お待たせいたしました、小指のサラダです。うわー、料理来ちゃった。もう無理だ、諦める。サイゼリアあるある。料理来るまでに10個見つけられない。今ネットで調べてたらサイゼリアのホームページに答え載ってるわ。え、ほんと？知らなかったわ。しかも2006年からの間違い探しも載ってるよ。何？サイゼリアファンとしては全部制覇しなくては。お待たせいたしました。わあ、美味しそう。いただきます。もぐもぐ。うんま。うーん、ほんと昔から変わらず安いし美味しいよね。プリンピース頼んだんだ。それって美味しいの？僕は豆類嫌いだから頼んだことないや。私も豆のモソモソしてるところが苦手なんだけど、これはプチプチしてて、いつも食べてるグリーンピースとは別物だよ。ちょっと食べてみる。美味しいよ。豆苦手なんだね。苦手な人が食べれるってことは美味しいってことかな。よし、少し食べてみたいな。はい、どうぞ。ありがとう。もぐもぐ。うっ、これはうまい。こんなに美味しい豆は初めてだ。上にかかってるチーズと半熟卵が豆と合うね。でしょでしょ。追加で自分の分も頼もう。サイゼリアあるある。青豆のサラダを頼んでみて、世界が変わるぞ。さらに卓上調味料のブラックペッパーをかけたり粉チーズ足してみたりすると大人向けの味になって美味しいよ。外食で野菜を取れるの嬉しいね。健康になったぜ。サイゼリア裏技あるある。アレンジは無限大。やははは。はだよねだよね。あははは。それやばーだね。やははは。あらあら、あそこの子たち盛り上がってるね。おお、ドリンクバーでオリジナルドリンクを作ってる。なんだか懐かしいな。私も学生の頃、放課後はミラノフードリアとドリンクバーにお世話になったな。体育祭とか文化祭の打ち上げもサイゼリアだったよね。なんなら学生時代のデートはサイゼリアだよね。サイゼリアあるある。令和も平成も学生の味方。そういえばさ、学生の頃よく頼んでたフォッカチオ、形が変わったよね。本当だ、もっと平べったくて小さいキザみたいな形だったよね。名前も少し変わったよね。フォカッチャになってるし4等分されてるよ。アイスティラミスもクリームスパゲッティもシーフードグラタンもなくなってるよ。ほんとだ、昔とメニュー結構変わったんだね。小エビのカクテルサラダも消えてる。でもこの小エビのサラダがそっくりだね。小エビのカクテルサラダのカクテルの要素が何のことだかわからないうちに消えてしまった。うわー、俺たちの青春がなくなっていく。サイゼリアあるある。お気に入りのメニューはなくなる前にたくさん食べよう。ワインをボトルで頼んだからみんなもどうぞ。いいの？嬉しい。頼んでみたかったけど一人じゃ飲みきれないから頼んだことなかった。ワインもいろんな種類置いてるんだね。ファミレスのイメージが強かったから知らなかった。私はサイゼリアはイタリアンバルだと思ってるよ。これは全種類飲みたくなるね。よし、来週も来よう。で、他のボトルも開けよう。そうしよう。サイゼ飲み仲間ができて嬉しいよ。大人のサイゼリアあるある。ワインから常連になる。ふう、お腹いっぱいになった。そろそろ帰る。じーじーふむふむ、じー。パンタくん、そんなに絵を見たら絵に穴開くんじゃない？詳しいの？じー、全然。え、真剣に見てるから詳しいのかと思ったよ。知らないからこそ来るたびにじーっと見てしまうよね。この価格設定でさらに絵画まで見れるなんて、ほんとサイゼってすごいよね。確かに美術館とか行かないからサイゼでしかこんなに
じっくり見ないよね。で、何か感じた？お腹痛いのかな。あら、冷えちゃったのね。うわりかそうか、とか。で、何それ？絶対違うよね。だってお腹押さえて具合悪そうだよ。確かにね。ちょっとネットで調べてみようか。ふむふむ、この絵の名前は受胎告知って言うんだって。で、受胎告知、妊娠したってこと？読んでみるね。受胎告知とは、聖母マリアが聖霊によってキリストを妊娠したことを、天使ガブリエルが告げに来ている出来事のことです。だって。ってことは、絵の右側があの有名なマリアさんか。初めて顔見たよ。はじめまして。私も初めてちゃんと見たわ。常連だけど、絵まで調べたのは初めてだわ。他の絵も調べてみるか。サイゼリアあるある、絵の勉強もできちゃうよ。